目頃州、西下州の次は四国の長宗我部元親じゃ。元親は昨今四国をほぼ制圧したようじゃが、讃岐、日与の領有は認めぬ。それはありえぬ。伊予で勘弁していただきたい。それはダメじゃ。我らの取り分が減る。毛利輝元殿の言われる通り、条件を譲ることはできぬ。交渉は決裂じゃ。秀吉との交渉は決裂した。さればその方、最高賞の使者のふりをして秀吉の首を取れ。はっ。また元親の使者か。すでに交渉は決裂した。これ以上話すことはない。では、いかなる条件も飲めぬと。すでに交渉は決裂した。帰国とはすでに戦争状態にある。とく帰られよ。さもなくば討ち取るぞ。なるほど。すでに今は戦争中でしたな。おのれ。秀吉様、ご無事ですか？秀吉様。ん？秀長か。お気づきになられましたか。ご気分はどうでしょう。悪くはないか。倒れたのか、わしは。はい、日頃の疲れが出たのでは、と、くすしは申しておりました。そっか。お、こうしてはおれぬ。四国の長宗我部を攻めるところであったの。それは我らにお任せあれ。兄上はしばらく静養されますよう。そうも行くまい。長宗我部は強敵じゃ。我らでは長宗我部に勝てぬと。いや、そのようなことは。では、我らは信用できぬと。いや、そうでもないか。では、お任せいただけますな。兄上は、西洋に専念してくだされませ。わかった。では、任せよう。頼んだぞ。これより、この秀長が四国攻めの総大将じゃ。が、戦略は、兄上が考えられたものと変わりない。三方向より四国に侵攻する。一つは、浮田秀家殿が率いて、讃岐へ。もう一つは、毛利輝元殿、伊予より攻められよ。最後の一つは、私、秀長が、率いて阿波より攻める。三方向からの攻撃で、長宗我部軍を分散させ、数の力で圧倒していく作戦じゃ。方々、よろしいな。秀吉方は三方向より四国に侵攻した。三方向から攻めてくるなれば、ここか、白地城で指揮を取る。秀吉軍は長宗我部軍の城や砦を次々に落とし、白地城へと迫った。これほどの大事か。これはどうにもならぬ。殿、我らと違い髪型勢は武器に優れ、兵糧も豊富。これでは戦になりませぬ。部下な、我らは一両不足、すなわち反応反兵のシステムで四国を統一したのだぞ。それが髪型勢に劣るというか。認めるほかありますまい。
敵方が全てにおいて勝っておりますれば、それでも降伏はせぬ。徹底抗戦あるのみじゃ。それができぬと申し上げておりまする。くぅ、いやもうええな、降伏いたそう。元近は降伏し、土佐は安堵されたものの、伊予、讃岐、阿波は召し上げられた。そして、伊予は小早川氏に、讃岐は仙石氏に、阿波は蜂須賀氏らに与えられた。これで四国は片付いた。次は、秀吉の勢力拡大はまだまだ続きますが、そうしたお話は次回以降にて。